BFQTV。 どうも BFQ です。はい、今日はいつもと違いますね、これ。もう泡が減ってきてる。見栄えがいいですよね。泡が減ってきてる。ゆっくりオープニングトークで話したいと思うんですけれども、はい、飲み物あるんで、今日はですね、八面六品の、お疲れ様でした会ということで、はい、タイトルコールもします。はい、どうぞ。本日は八面六品ダイジェスト。何何おなんかダメそうだったもん、入り口が今。八面六品振り返ってみたというわけで、タイトルのままでございます。はい、しっかりですね、ご飯を食べながら、飲み物も飲みながら、あの時こうだったねと改めておさらいして、本日は八面六品のツアーを締めくくりたいと思います。はい、はい、それでは行ってみましょう。スタート、レッツゴー。ブルーブラップガジェット。じゃあ乾杯しましょう。おーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。熱い熱い熱い。よっしゃ。あの後ろにバーベキューもあるんですよね。なるほど。すぐ来るから、ね、火が強いね。まあ、調理師いるんで。任せます。肉が楽しみだぜ。おー、すごい。入ってきた。めっちゃええやん。まだこの世界は。雲早っ。いいじゃん。なんでさ、スカイハイのさ、じゃないの曲が。なんで違うアーティストの曲歌うの。ほら、空はね、今から晴れるような天気してる。そうじゃあ焼こうかな。あ、焼いてください。焼いた方がいいよね、これね。向こうにバーベキュー奉行してくれ。 BBQ しようかな。どうせ俺が焼くんだろ。どうせ焼くよ。お願いします。これはあ、なんかいい味付け。あー、分かった。そういうことで、ね、チリポテト理解しました。これが強火バーベキューほど濃くないし、うん、これ普通に食ってるし、これ焼くっつってんだよ。焼いてよ。これポテトっておかわりいけます？あ、そうか。やった。ステージだったら緊張しちゃった。緊張した。久々に緊張したわ。ステージ確かに最初の方はちょっと緊張感あったね。ね、でも俺もちょっとあれかも、緊張しちゃったかも。そうさ、あのメイキングの時さ、ジュンが説明してたよね。いいよね。いや、あのこれがたくさんです。あ、これが今日のこれですとか。あれ見てないよ俺。そうなの。あいつどんなやつだし。やってくわ。やってほしい。実家のお庭でやんないの。あ、庭ではね、祭りの時にやる。実家の実家で祭りやん。実家の祭り。実家で祭りやんの。すげえな。洗い祭。アライサイ。何アライサイ。アライサイ2020。何でしかも2020。アライサイ2020。コロナ禍でも調子はどうだいブラブー。デレレデレレデレデレデレ。まだこの世界は。イケブメそれ。そう。また作ってよ。また作ってよ。また作ってよって、また作ってよ。ひだくんですから作れない。あのエディーボーイとか別にやってます。あー、いいじゃん。確かに確かに。エリーとかコア君とかさ、サイキとかとさ、一緒にさ、ケンダケンケマって言ってるやつ、うん、すごいなんかもう、ね、もう猫パンチしてるみたいな。いや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 みたいな。大人の方が点取るって聞く。確かに。うぇーい、もういいよ、これ多分、そろそろ肉は。うまい。あ、おいしい。どうすか。うまい。うまいね。肉がいいよ。食べて。うまっ。本当にうまい。これはうまいわ。一番印象的な公演はどこでしたか。いや、それも福岡広島ですよ。俺も福岡広島。今俺も 0.5 秒で出てる。ケンスケとサクヤのあの、まあ、濃厚接触者に該当するってなって、うん、で、まあ普段だったらさ、ちょっと体調悪いぐらいさ、やっぱ出るじゃん、うん、出る実際。だけどやっぱこういう状況なんて絶対にそういうのは許されなかったから、もう出れませんって早期にジャッジが決まって。だけどほんまのあれ前日だよ。前日だよ。前日の夜、前日に該当ということが判明して、でこれどうしようってなって、マニに相談し、日高君に相談し、スタッフに相談し、でジャッジメントが2人でやる。そう、じゃあ2人でやるしかないよねってなって、でいろいろあれして、まあ、バミリとかさ、要は二人バージョンじゃないわけだから、俺と、幸い俺と純くんの基本的に親身が多かったから、まあそこはいけるよね。じゃあそうじゃないところ、拓也のところ入ったりとか、
だから俺あれなんだよね、スナッチアウェイとか真逆やってたの。でやったっていうのがあるんだけど、一番の問題はテンテンするんですよ。これな、ないと思ったもんね、普通に。そう。俺もないと思った。テンテンしないと思った。いや、本当だよ。テンテンスだけはさすがに2人は無理だってなったんだけど、うん、2人でやったんだよね。やるんかーいっつって、うん、そう結構2人でね。もう一回改めて見たのよ、歌詞カード、まあ、セリフね、セリフ。そうそうそう。で、まあ、どうやらその宇宙飛行士と管制塔の二役に分類されるとってなった時に、マニーとジュンだったらうまく分割されてたから、うん、ツッコミボケも成立するなって思っちゃって、一応ね。で日高君に相談して、この割り振りだったらどうですかってなって、おその手があったらって言われて、そのまま4人になりました。そんな手はないんだけど、スタッフが感動して泣いてたらしいよ。日高君がさ、あの最後に現れる時にさ、なんか発言するじゃん、あ宇宙人俺の力を貸すで、うん、宇宙人たちを、うん、めっちゃ力こもってたよね、確実に。あ、そうそうそう、どの声よりも力入ってた、うん、映像でも。そう、俺も力を貸せって漫画みたいな感じで泣けるね、うん、だった誰だ誰だボロボロ早いよ、泣くの。あの高画公演で違かったよね、全然違った、全然違かった、うん、声の張りが違った、張りが違かったね、うん、本当に助けに来てくれた。もうこれまでもう2人でもうね、ズタボロになりながらステージ上でやられまくってね、そう、うん、っていうのは、え、君を、俺は、そうだな、帰ってきた1公演目のありがたみで言ったら仙台かな。あー、なるほどね、うん、その広島福岡が出れなかったとして、うん、申し訳ない気持ちと、やっぱすごいなっていう尊敬の気持ちと、あーなるほどね、両方いろいろ言い交じった時の、あの感動と、あ、私大丈夫だった、あとその先日のファイナルですね、有明の方、リハの大切さを十分かった。あーやつリハ大事よ、まあ大事よ、うん、オーバーザムーンすごい好きだったけどね、俺は。うん。なんか俺も好きだったな、オーバーザムーン。オーバーザムーンいいよ。なんかいつもじゃない自分が出せるような気がして。あー、なるほどね。楽しかった。いいコメント。うん。なんか踊ってて、すごいなんかなんだろう。リラックスして踊れたというか。うん、はいはいはい。この感じいいなーっていう。新しい自分の中の感覚的なね、うん、あると思うんだけど、みんな。うん。それがちょっと、変わりつつあるのかなーって感じは踊っててあったかな。へぇー。ちょっと前まではこう、なんか、かましてやるぜみたいな感じだったけど、多分自分の中ではね、最近はもうちょっと楽しもうみたいな、楽しんでればそれが伝わるかなぐらいの感じだった。もともとスカイハイのそのダンサーのその立ち位置ってかますじゃないから、みんなでわちゃわちゃ楽しいことやってりゃ伝わるっしょみたいな感じだから、うん、まあ確かにね、その延長線上で来てる感じはある、うん、まあそのメリハリだよね、うん、でも2回目ですね、スタッフとして入るの。湯気三昧から2回目か。カメラマンっていう皮をかぶったの、ただのファンですよね。袖にあんまいなかったよね。いなかったよね。本番中はどんぐらい見てたの前。本番だから、あの皆さんの切るタイミングだけ行って、そのドアのところで構えて先出てこないかなって待って。一回さ、あの、ペルソナ、うん、終わってさ、うん、反対側行くんだけど、うん、で終わって、しゃー、最高だ、次はーって言って、こうやってザーって行って、反対側の下手行ったら、ただずーっとこうやってステージを見えて、本番中ね。うん、で、ふいーって言ったら、すいませんって言って。いやいやいや、もう、業務放棄してるじゃん。カメラはあれしてなかったんだよ。で、ジュン君来て初めて、うん、あ、いや、カメラやらなきゃ。なんか、してほしいわけでもないし、うん、なんか、俺は、そういうつもりで多いじゃないんだけどね。もう何年ですか、早いもので。スカイハイのツアーもファーストフライトからだと、ファーストフライトからだと2013、もう9年、うん、9年、9年は長いね。9年は長いよ、欠かすことなく、うん、こんな一緒のメンツでダンサーで10年近くもあるはないよ。ないし、うん、でもバンドもそうじゃない。そうだね、スタッフさんとかさ変わっちゃうもんね、普通。うん。他の現場結構変わるもんね。変わるよ。変わる変わる。普通変わるよ。
好きなものも変わればさ、うん、ダンサーのその職業も変わる人もいるしさ、うん、それでこのチームでやれてるっていうのはね、ありがたいよね。ああ絶対美味しいんだよ。熱い。目標立てよ、目標。キンキンで言ったら超八面ロッキーは確かに。ああそうだね、夏ツアーがありますね。追加の追加という異例の日程ですけれども、ね、超八面ロッキー、それをねまずはしっかりと準備してより多くの皆さんに届けれるように、ちょっとあのまた細かくもあるからね、より、うん、そうだね、これに頑張りたいっていうのと、まあ、YouTube もねやっとこう1万人超えて盛り上がってきたんで、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に嬉しい。これは年内目指せ10万人。うわ10万いく。夏までに2万人来たい。なるほどね、夏までに2万人来たい。ちょっと増えてんだけどね、本当にマジで行きたい、うん、何やりたいですか、やりたいこと。やりたいこと、うん、全力で鬼ごっこ。ああガチな、ガチガチガチな。でも絶対諦めるっしょ。でもあのかくれんぼの方がいいから。かくれんぼ。よく諦めるっしょ。かくれんぼ。東京23区でかくれんぼ。いや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 。広いわエリア。普通に旅館行きたいけどね。あ、だから沖縄行きたいわ。沖縄行きたい。あ、沖縄遊びたいね。あ、ちょっと遊びたい、ね。俺また多分スロット打っちゃうだろうな。何なの、あったわ。はい、11時間でーす。見たら、ダラッダラッダラッ。海行かないんだって。沖縄でわざわざジャグラー打ちに行くと、よくわかんない。自由行動がね、みんなそれぞれだったから。みんななんか沖縄そばとか食ってる。あ、そうそう、俺は居酒屋行ったもん。居酒屋行ったんだ。そう、で、一人でランチ食べて、出て、で、ちょっとこう、奥の方行こうと思って、パッと歩いたら、もっと奥の方から、なんか前からこいつ歩いてきて、え、そっちなんもなくないみたいなとこから歩いてきて、え、何してるのって言ったら、座った。え？みたいな、地元民みたいな生活してたから。逆に馴染みすぎた結果、うん、沖縄でスロットを打ちに行くっていう状況になったんですよ。いないよ、そんなやつ。そんなやついないもん。いないよね、うん、すごい。もっと楽しむでしょ、沖縄を。そうだね、間違いない。というわけで、いろいろ今年1年も引き続き頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、本日もありがとうございました。